さあ我がベッドよメレンゲのごとく膨らむのだ。さあピシコン、え、おー、いや、エレベーターじゃないよ。セゴリダ3世でございます。さて、僕の家にいる、まあ、セゴリダ2世とかね、おばば様とか、まあ、いるんですけど、新しい、このセゴリダ3世の巣の方に来たい来たいってよく話するんですよ。でもね、僕の家にはね、ベッドが1つしかないの。今更この年になって、川の字でね、1つのベッドで寝るっていうのも、なんかな。っていうのがあるでしょ。僕はね、いいものを見つけたので、ちょっと今回はそちらをご紹介したいと思います。もうこっちにあるのでね、持ってきますよ。あ、どうもどうも。おるな、おい。はい、というわけで今回ご紹介するのはこちら。インテックスの電動ポンプ内蔵エアーベッドでございます。イエス、バッチリ。あのね、これは何かっていうと、いわゆるね、簡易ベッドなんですよ、簡易ベッド。折りたたんだりとかすることもできるベッドで、結構良さげなものらしいので、買ってみました。ということで今回はこちらを、皆様にも一緒に、開けていきたいと思います。はい、というわけでね、視線を変えてみましたよ。これがね、買ったエアベッドなんですよ。こんな感じ。電動ポンプ内蔵のエアベッド。まあ、うちのね、両親が泊まれるようにダブルベッドサイズにしました。いや、すっげえ重てんだよ、これ。デュラビームテクノロジーっていうのがあるわ。デュラビームテクノロジーって何なのかよくわかんないけど、なんか快適に眠れる、なんかいろんなものが繊維状に入ってるやつらしいわ。ソフトロック表面加工とかね、電動ポンプでね、開くらしいんですよ。あ、しかもね、これね、いいのがさ、キャリーバッグもついてる。これはいいよね。見て、273kg まで耐えられるから、相当ね、体大きい人でもいけんじゃないか、これ。早速中をね、開けていきたいと思います。よし、開いた。いよい、来た。おー、こんな風になってんだわ。すごいな、ほら。おい、なんかこれ、箱の中にさ、巣作ってんじゃないか。パンパンで出てこないけど。あ、出てきてきて、おー。よいしょ。ちょっと開けてみるよ。よ、おー。あ、すごいね。本当に折りたたまれてる。こんなぺったんこになっちゃうの？ここで空気をどうもね、出し入れするっぽいんですよ。なんかよくわかんないけど、回るわ。回るシステムになっていて。あ、中からね、いきなり挟まれた保証書が出てきたわ。こんな感じで挟まれてんだ。現時点ではですね、全く使い方がわからないので、ちょっと説明書を読んでみたいと思います。説明書を読んだから俺はこれを完璧に理解できたんだぜ。ここを開けると、あー、どうなってんだ。あー、出てきた出てきた。このコードをつなげばもう膨らむようになってるみたい。ちょっとやってみるわ。ベシコン、さあ我がベッドよメレンゲのごとく膨らむのだ。さあベシコン、え、おー、ちょっと待って、思ったより早いな。視点変えてちょっと膨らませてみるわ。この状態でスイッチを入れてみたいと思います。せーの、ポン。おー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 、ちょっと、あ、早い早い早い、もうできてる。あ、こうかこうか、あ、こうか、あ、わかったわかった。わ、でかー思ったよりでかかったな。こんな感じだわ。わ、すげー。これぐらいのね、ものになるらしい。意外とでかいね。すごいよ、これ。もうかなりね、パンパンになって、ちょっとね、乗ってみようかな。あ、あ、全然大丈夫じゃん、これ。あ、すごい。あー。あー、いいね。すごいね。一人でも全然もちろん大丈夫だし、これ二人でも全然大丈夫だからゆったりしてるわ。あ、これいいね。普通のベッドと変わんないですね。これちゃんとね、空気ほらパンパンに入ってるんだよね。ちょっとね、隅々まで見ていくことにしましょう。これがね、表面のね、こう素材なんだけど、わかるかな？これ。ソフトフロック表面加工っていうらしいんだけど、なんかね、すげえ毛の短い動物の表面みたいな感じ。わかんねえか。で、この弾力はね、やっぱりすごい、ほら、こんなだよ。トランポリンみたいな。273キロ耐えられるようになってるけど、全然大丈夫だよ。ほら、僕が今乗ってるんだけど、ほら、全然大丈夫、全然。すごい、これ、相当すごいと思うよ。この三層構造みたいになってるのかな？パンパンに膨らむっていう感じ。空気抜くときはね、これ回すだけでいいらしいんだよ。ちょっと回してみっか。はぁー、ちょっと待って。もういちいちびっくりしすぎなんだ、俺は。あ、もう抜けていく。あー、なるほど。一気に抜けてってる。多少自力で抜かなきゃダメみたい。頑張って、これから畳んでみるからね。ここまで空気を抜き切ったら、よっ、こうして、
こういうふうにすれば保存とか持ち運びにも便利と。ちょっとしたなんか買い物が出ちゃってるけど、ここまで小さくなるにはね、場所も取らなくてね、結構いいよね。はい、というわけで今回はインテックスから出ている電動エアベッドをご紹介しました。世の中にはさ、探せばいろんなものがあるんだなっていうふうに思いました。空気入れとかでね、やるのはすっごい時間かかっちゃうし、電動でね、パッってやればふわって膨らんでいくっていうのはね、素晴らしく便利だなというふうに思いました。まあ、欠点とすればね、ちょっとゴムの匂いがするっていうことと、畳むのが大変ということですかね。まあ、でも総合的にはね、僕はすごくね、いい商品なんじゃないかなっていうふうに思ってます。この商品ね、気になった方、動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。セゴリータ賛成でした。また皆様お会いしましょう。チャオー。はいはい、というわけで今回はインテックスから出ているエアベッドを紹介した。セゴリータ賛成は各種ソーシャルネットワークもやってますよ。パソコンをお持ちの方は右のアイコンをクリック。スマートフォン、各種タブレットをお持ちの方は下の動画説明欄をご覧ください。チャンネル登録も皆様ゴン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 お待ちしますので、ぜひぜひよろしくお願いします。